山梨学院オクトーバーイーグルス朝倉由紀選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。本日1対2という試合結果ですけれども、本日の感想をお願いいたします。最初の時間を相手にコントロールされてしまって、後半なんとか追いつこうっていう風に話はしてたんですけど、最後やっぱ注意していたカウンター攻撃で失点してしまったのがやっぱ残念だったなと思います。今回初黒星となりますけれども、敗因は何だとお考えですか？そうですね、ちょっとやっぱ自分たち のやろうとしていたことが徹底しきれなかったのがやっぱり敗因だったかなと思います。明日は新寮印刷との試合が控えております。明日への意気込みをお願いいたします。しっかり今日の結果は受け止めて、明日に向けて、いい反省をして、明日はしっかり頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。朝倉由紀選手でした。